札幌記念のシャフリアール。たけしと新コンビ。ついにクラシックさん完全党に乗ることになったのね。冗談のつもりでこれまで何回かここに書き込んでたのに現実になるとは。恒例復活サインです。でもブリーダーズカップは乗らんのやろ？ブリーダーズカップはでも次郎だろうね。いやーマジか合うかどうかはさておき面白いことになったな。ダービー制覇を阻んだ因縁の相手に乗るたけしの心情やいかに。回避になっちゃったけど藤原先生のサンデー馬の騎乗予定があったからありえると思ってたらマジだったわ。クラシック全部違う馬が取った世代で全員に同じ騎手が乗ったことがあるって史上初か ?08 世代、キャプテンプーレ、プスカ、ブルースリ、2でした。が全部乗ってる。こいつ何の記録でも前例としているやん。ルメールも17世代、前傾、レイデオロ、アッキセキー、に全部騎乗経験あるな。創作みたいな話やな。NTRF。ところでシャフリアールは結局先行と差しどっちがベストなんだ冗談で言ってた21世代のボバクラシック馬全部に乗るの実現してくさ。シュネルも娘もジェラルも乗ってて草 21G1 馬見当たら縁があるね。たけしが、お前はシャフリアールやぞ。っていうのか。確かに、札幌は庭だしサンデーと仲いいからたけしはあり得る、とここで見たがマジか。三冠分け合った馬三頭の背中知ってるとか竹豊でもギリないんじゃないか福永が一応エポカ道路、3歳未勝利、ワグネリアン、日本ダービーほか、フィエールマン、天皇賞秋、で全てに騎乗経験ある。割と最近あってくさ。あるんだじゃあ全部で勝ったら初になるのか平成三強に乗った竹21三強に乗った竹。勝ってほしいっていうより、お願いだから負けないでくれ。って感情になったんだけどわかる一足先に自由になった動機のために。面白そうだけどあんまり合わなそうな感じするな。今年引退なら多分ここで国内ラストなのかなブリーダーズカップは違う機種だろうし、自信を持って送り出して遅れたけし。ブリーダーズカップからさらにどっか行く年も香港だろうしな。2年かけて2021三冠ジョッキーになるとはな。走塁外中距離のお手馬いないし飽き天豊の代打で弱度だと思ってたが。馬主も厩舎も関わり全然ないから一番ない気がする。今年で一番脳が壊れそうで気持ちいいわ。とりあえずドバイでお披露目した悪癖ハッピーセットのどれか一つでもいいから改善しててくれや。札幌記念やっぱ豪華になるんやな。賞金的にも札幌記念ぐらいだからな夏競馬といえばまあ豪華になるわな。しっかりせい。お前、シャフリアップやろ。まあたけしが乗ったところで右回りのシャフを今更信用するかというとないですね。せめて人気吸ってくれ。インタビューで何回エフフォーリアっていうかのカウンターを設置しないと。右回りって去年のプリンスオブウェールズ以来かさらにその前だと毎日ハイになっちゃうのか思ったより全然あるじゃねえか。シャフリアールは右回りも2000メートルも点乗りも問題ない一番気になるのは洋芝。実は小回り経験ないのが気になる。今回は遠征の叩きは確実だからある意味安心して見れる。今回は叩きで国内ラストランだろうし思い出作りみたいな側面もあるんじゃない。散々ネタにされてたけどマジで。21世代のクラシックボバ G1 馬よくわかんないけど全員抱いたよ。になってくさ。マリリン誰が乗るんだろう。マリリンはとっくにたけしと縁を切ったのでまあ松岡じゃない秋は外国人にバトンタッチ。縁を切ったのはマリリン通過ウインガだな。マリリン、今すぐルールをなんやかんやしてレインを呼びなさい。モレイラとか夏来るってどこかで見た気がする。ジャックドールやプログノーシスは叩き仕上げで勝てるような相手ではないけどたけしの札幌バフに期待だいや。ダービーバフ復活頼んだぞ。モレイラ来る予定みたいだしマリリンあたりの理想。香港ゴルシシセンことホウさんもいるからワンチャン彼かも。ホウさんが札幌過酷らかでマリリンの明暗が分かれそう。シーデムもレインも来れないし福永はいないしで安城問題が混沌としてきたな。キラーアビリティもいるってつい見たけどまだ自走出てないよな。たけしは今度こそちゃんと21ダービーを見返さざるを得ないのか。漫画みてぇな展開だな。まあ最近ルピナス乗ってるしなんだかんだだとは思うけどね。持久者は元から乗るよそれ以外は1年半近く1頭も乗ってないんじゃないかな。言うて龍一引退式でもやべやべ。ってふざけて逃げてただけから見てはいるだろうよ。たけしがシャフに乗ったら熱い、ないないってやりとりを何度も見てたのに本当に実現しちまって笑ってる。福永引退式の時も、やべやべ。スタコラさっさ、みたいな感じだったしシリアス大好き人がよくするほど深刻なやつではないと思うぞ21ダービー。竹豊、07世代、ルメール、17世代、福永雄一、18世代、横山武史、21世代、ニュー、って感じ最近の大井中千倉の有無で見ると減ってくるか。
まあ時代の変化だな、今やずっと乗せることはないって感じか。004年世代アンカツ、07年世代岩田父もある。まだまだいて草結構あるあるなんだな。でした。モルメちゃんもユウイチも、クラシック3頭に乗った年の近くで三冠馬に乗ってるのか、ルメールは牝馬だが、これはたけしも三冠馬との出会い来るか？けれども試着勝ったらたけしはクラシック分け合った3頭全てで重賞制覇になるんよね。これはさすがに初じゃない？F が引退してるから当然とはいえ21世代クラシック3頭全部に乗ることができるのはたけししかいないからな。しかも自分が初めて G1 勝った年の3頭ってケースは今後出てくるのかね。いろいろ言われてるのは知ってるしちゃんと見てる的な話してたような。NHK マイルカップ勝ち馬も入れるならさすがに初なんじゃないか。と思ってググったらユウイチが KI ノーテックの新馬戦とか乗ってて2例目だったわ。思ったより前例あるじゃん。前例あるけどやっぱここ最近なの多いな。これ初記録はもしかしてまたでしたさん。今出てきてる限りだと、アンカツの04世代が初。アンカツってすごいんだな、当たり前体操。関西大正義時代の昔ならともかく最近の関東が盛り返してきてるクラシックで全部乗るのはなかなか珍しそう。ルメちゃんしがらき系のクラブはあんまり乗らなくなった感じあるけどガチかはわからん。川田は多分ガチ。ルメはもうほぼ関東機種だ。関東のちょっといい馬全部ルメが乗るから関東の日本人騎手が育たん。乗るなとは言わんから夏冬のバカンスもっと多めにとっていいよルメ。去年はやる気なくしてたからセーフ。なおイクイノックスを筆頭とした有力馬を多数手に入れて今年はやる気満々の模様。シャフリアールの調整は今まで通りならユウイチが担当するはず。シャフを挟んでたけしとユウイチが、どんな言葉を交わすのか。ジェラルディーナの時も話しっかり聞いてたみたいだし、めちゃくちゃ話し込むんだろうな。あえてたけし乗せるってことはとにかく先行してください。っていう陣営の要望なんかな。最近のたけしはやたら下げてる印象あるんだけど実際そうでもない？やたら下げてるんじゃなくてより考えて乗るようになったんだと思う。函館だと基本先行してるし。前目一辺倒ではなくペース次第で位置考えたりするようにはなってきてるね。逃げ先行しかしないってのは最近の基準を何も見てないだけだと思う。追い込み馬でスロー想定の時だけはずっとあれだから買わない方が吉だけど、函館開催中は得意の逃げ先行が多かったとは思うけどね。ただ今年1月のインタビューで、溜めて切れる足を使わせるような乗り方もしていかないと。と、本人が話してるので意識して下げることが前より増えたのは確かよ。そもそも追い込みでスロー自体がキツキツでは？ルメールはそこから位置上げるか差しに回ってきっちり持ってくるからやっぱりそういうところが違うんだろうなーってなるよ。いい馬の騎乗依頼もらうにはそういうところで差がつかないようにしていくしかないし、その辺は馬の性質にもよるからなー。位置上げて立ち回れるやつもいれば追い込み以外だと破綻するやつもいるし、馬にもよるとは思うけど絶対的なペースを守りつつ追い込み競馬を差しでやらせるんだよねルメール。今のたけしはスロー追い込みだとどう考えても届かない場所に位置取ってかかってるのに、控えて結局届かないことがデフォ。2、3ヶ月騎乗レース見たらなんとなくわかるんじゃないかな。それこそ今年はソウルとカウンブライルで後方競馬は結果出してるし、札幌だし、ユウイチや先生も、いろいろ気にかけてくれるだろうしでいいんじゃない？って個人的に思うな。音尾邦彦くんがダービーで負けた時のことを今でも夢に見ると言ってことをふと思い出す。依頼したサンデーもそれを受けたたけしも思うところはあるかもしれないが勝負の世界なの。叩きとはいえ、勝つことが最大の目標だからな。過去のことは置いといて目の前のレースで結果を出せることを今から祈るよ。たけしが乗るんだったらやっぱり先行じゃないの？ソウルや逮捕の時みたいに逃げ追い込みもできるけど得意なのは先行だろうし陣営もそれ込みで依頼してそう。どうせ点乗りだろうし変に他の戦法試すよりかはそっちの方が本番のためになりそう。話題性は十分だけど今のシャフリアールにこの条件は変える要素がない。というかなぜ宝塚に行かない。叩きで使いやすい開催時期毎日ハイレコード持ちで右回りの実績あり、スローには落ち着かずある程度ペースの流れそうなメンツ。スタートの上手い機種、ディープサンクが苦手かつタフになりやすい宝塚より叩きと割り切ればよっぽど使いやすいよ。あくまで最大の目標はブリーダーズカップだし今更宝塚で構想してもファンが嬉しい以外得がない。